次にここですね、 IDP のアシスト比、これは1対1、1対2、1対3というのがあります。はい、これどういうことかというと、1心拍の1対1は1心拍に対して IDP も必ず収縮拡張させますよということですね。2対1は心拍2つに対して1個だけ拡張させますよということですね。1対3というのは心拍3つに対して1つだけさせる。これはですね、ウィーニングの時に使ったりするんですけども、はい、ということですね。はい、今2対1になりました。はい、次3対1になります。そうですね、2拍中1拍、3拍中3拍中1拍で3拍中1拍です。これが3対1ですね。2対1の場合は2拍中1拍が出ると、1対1の場合は全てが動くと、 IDP が動くということですね。はい、ただこれだけです。シンプルにまとまって驚きました。今までで一番感動しましたと称賛されたセミナーで、 IABP を後輩に説明できるようになります。こちらのセミナーが座席になりました。Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口創始ホームページから書籍価格の 30% オフで、このセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。IBP の効果って一体何がありますか。大体ですね、この6つ本当にそうですかっていうのをちょっと考えてみませんか。はい、心臓の動きは2つです。 IBP どうですか。 IBP の動きは収縮と拡張の2つなんですよ。 IBP の効果も2つしかないんですよ。何なのかっていうと、はい、拡張の時の原理、これがそのまま効果になります。そして収縮の原理、この2つしかないってことです。もう IABP は原理さえ分かってしまえば全てが解決します。まあ、合併症もそうですし、看護のポイントだってそうです。人に説明するときもこれだけ分かっていれば全て解決する問題なんですよ。本日のゴールです。この IABP が怖いというところからですね、もう IABP が得意だ、人に説明できるというところまで入っていきます。 IABP を後輩にまで説明できますよと、今日このセミナーですね、そのレベルまで達していただけます。根本的な問題です。はい、問題の1、お手元の資料ありましたらね、そちらを見ていただければと。 IABP は原理が全てなんです。 IABP の原理はたったの2つです。はい、ダイアストリックオーグメンテーションとシストリックアンローディング、これだけなんです。収縮と拡張しかしてないわけだから、これしかないわけです。 IABP は原理が全てです。こうですね、まず理解してくださいと、明日からですね、後輩に説明してあげてください。